はい、どうもしんしんです。皆様ズムズムしてますかということでですね、ようやく私もあの PHEV なるねものにね試乗させていただいてきました。はい、これはねあの非常に楽しかったね、楽しかったしいい経験になりました。あのご協力いただきました、方とあの担当 D の営業なんですけど、あのありがとうございました。ちょっとねあの違うお店に連れていただいて乗らせてもらったので、あの撮影とまではね行かなかったんですよ。申し訳ないんですけど、まあ、ちょっと写真とちょっとだけメーターパネルのね、映像を撮りましたので、そこだけ出しますが、あとはね私のおしゃべりということでね、申し訳ないんですが、あのご容赦いただきたいと思います。ね、本当 YouTuber としてね成り立ってる人であればね、あの YouTube 撮るから撮らせてねっていう宣言してね、まあ、支店長とか店長に言ってやるものなんでしょうけども、そこまで行ってません。私申し訳ありません、力不足でね、あのインプレッションだけお伝えしたいと思います。で今回ね、試乗させていただきました、お車なんですけども、 E スカイアクティブ PHEV、プレミアムモダンとね、これ非常にね、高価なモデルで、まあ、4WD、みんな 4WD なんですけど、それね、626万4500円ということでね、これはまあ非常にね、高いですね。高いというかね、うん、まあ PHEV だからね、うん、エンジンとモーターと電池を、それぞれ積んでるということでね、まあ必然的に高くなりますということでございます。このね、モーター EV 走行ね、EV 走行をメインとして走れる車ということで、どんなもんだかというところでね、もういろんな YouTube でね、動画上がってしまっておりますが、まあ、かぶってしまうところもね、あるとは思いますが、まあ、私のインプレッションというか、感想ということで、お聞きいただければいいかと思います。まあ、PHEV 狙っている方は、一つ参考にしていただければと思います。ではでは、行って、やっていきたいと思います。まずはね、外観っていうのは、ほとんど変わりないんですよね。プレスポとかさ、エクスポとか、まあ、そういう、ほとんど変わりがないというところで、唯一ね、変わりとか違いがあるとしたら、このバッチ類ですね。バッチ類、これ。うん、E スカイアクティブ PHEV と、後ろのね、バッチがついてます。私の足の影が少しね、映ってますけども。これね、ジェットブラックだったんですよね、車が。めっちゃ反射するのよ。どう撮ってもいろんな人が映ってしまうということでね、こうに撮るしかなかったということでね。ただね、これね、みんなでこう乗り込む前に外観少しね見たんですけど、このバッチかっこよくねってなって撮ったんですね。このなんか見慣れないといえば見慣れないじゃないですか。いつもはね赤か黒の D がついてるね、 E スカイアクティブ D というバッチを見てるんですけども、もうこれがねなんか新鮮で、青いねこの PHEV がマークがロゴが入っててかっこいいなと。それで新鮮というか、なんて言うんだろう、新しいねものに乗るんだなという気持ちにさせていただきました。はい。そしてサイドのこの PHEV のねバッジもついてるということで、もうちょっと雨が降っちゃってね、もうびしょびしょなんですよね。でもこれも新鮮でかっこよかったね。うん、インライン6ばっかり見てましたけども、これがね PHEV がようやく登場したということでございます。まあ外観等はね、まあこんな感じ、まあこうちょっと角度が変わっただけで、まあこれプレモダだったので、軽くちょっと切削ホイールが見えると思うんですけど、右下の方にね、うん、まあそんな程度で、外観はみんな同じと、まあ、パッと見は分からんね、みんなね知ってる人じゃないとね。でです、まあ、乗り込みまして、なんだろう違いがないのでね、まあ一応エンジンスタートという形で押したところがこのね動画でございます。これエンジンスタートといっても、私ねこう、まあ、ちょっとだけ変わるだけだよね。こうメーターの、左側がね、まあ、パワーとかチャージとかついてるタコメーターじゃないというところでございます。まあこれだけなんだけどちょっとすぐ終わっちゃうからもう一回流しておくで、ちょっとしばらく流しておくかこれ ね、うん、だからこれなんだろうね、エンジン車ばっかり乗ってるんでさ、乗ってるというか EV 車に乗ったことがなくて、この
スタートボタンを押してもエンジンがかからないことの違和感があったね最初ね。これ いつみたいな、これいつ行けるのみたいな、エンジンかかんないけどみたいな、ついねそうなってしまうというね、うん、おバカでしたね。そうエンジンそうだかからないんだと思って、あ いいんだこれ、いつでも行ってもいいんだみたいなね、うん、何回も確認してしまいました。はい、まあ、ここの先のね、まあ、動画があればよかったんですけど、ちょっとこれが撮れずということで申し訳ないんですけども、まあこれまずは、うん、まあそのノリ気になるところはね、ノリ味でしょうね。おそらく皆さんね気になっているところはノリ味というところでございましょうというところで、まずね一番最初に思ったこのファーストインプレッションというんですかね、この乗って動き出した時の感覚、これはねあのまずは一番最初に自分の車に乗った時を思い出しました。これはなぜ思い出すのかっていうと、まあ、自分の車が3000キロぐらいね走行してて、まあ、当たりがついてマイルドになってる、まあ、あのスタッドレスタイヤに交換してるっていうのもあるけども、あの違いが分かりますね。このあの距離を乗った車と、まあ、距離って言っても3000キロぐらいですけど、あの下ろしたての車とね、あこれ違うんだと、これはそうだ一番最初に乗った時こんな感じやったという感じでね、まあ、あの言ってみれば多少突き上げ感とあの保安保安感、最初言ってた保安保安感があるということでございます。これは収束してきてるんだなというふうに感じました。自分の車がね、あのまあこれ比べてみてそのPHEV のレビューするのとともに自分の車のレビューも一緒にしちゃってるんですけども、まあこれはねあのまあこれ最初乗り出しだからそういう感じがしてるだけで、おそらく、だんだんね、収まってくるものと思われます。はい、そして肝心のねあのとはいうもののこの付き合い感とかあるんですけど、思い出すんですけど、自分の車の一番最初のそれとは少し違う、あの重量がね、2トンオーバーね、このいきなり2トンオーバーの車なので、あのなんだろう、地面に押してくれてるようなね、うん、少し最初からこれ難しいんだけど表現が最初から少し地面に押してくれてるような、そんな感覚でちょっと突き上げがあったり、ホワンホワンしたりというような感じでございます。だから若干マイルドというか突き上げ感もね、そのホワンホワン感も、マイルドで、乗りやすいような感じになっています。はい、そしてこれがね乗り味というかね、サスペンション関係の話はもうこのぐらいなんですけども、このあと動き出すじゃないですか、まあ、このあとというかもう動き出してるんですけどね、この動き出した時にエンジンではないの ね、もうモーター走行がメイン、モーター、まあ、EV 走行というのかながメインなのでエンジンがかからないわけですよ。でスーッと動き出すその感覚が、これは滑らかね、滑らかとしか言いようがない多少ミッションのねシフトアップとかシフトダウンとかそういうのはありますけども、まあなんだろうな、エンジン車のそれとは少し違って、そこもマイルドなんですよね。マイルドだし、いきなりさ EV 車ってマックストロークじゃないですか、だから楽に遅く進めるんですよ、楽に。そうスーッとね気持ちよく出てってシフトアップしてってくれる、そんな感覚がある車でだなというような、感じでございました。で私としてはね、ここまではね大体いろんな人が言ってることとおそらく同じなんじゃないかなと思うんですけども、ただ私としてはさエンジン車が好きなんですよ、やっぱりね好きで、乗ってるんですけども、でエンジンがかからないかからないとどうやったらかかるんじゃとエンジンを欲してしまう私がいて、これずっと EV なのかと、 EV とかモーター走行なのかという感じでね、しばらくね試乗コース走ってたんですけど、ずっと EV というかそのモーター、うん、だから相当ね速いスピードとか踏み込みがない限りは、エンジンがかからないんだなというのを、まあ、あとは電池切れになってくるとかかるんでしょうけども、実際にはねほとんどかかんないで、走行するんだなっていうのがねよく分かりました。あとはさ、この楽しさよ、言ってみたら、まあ、肝心なところ
じゃないですか。車好きとしてはさ、これが楽しいのかというと、私はね、この最初この乗って、このしばらくね EV 走行してる間は、一瞬最初ね、あ、感動、滑らかで感動ね、ちょっとしなやかで、あ、しっとりしててね、あ、いいわと思ったんですけど、まあこれ誤解を恐れずに言うと、ちょっとね、じゃじゃ馬感が欲しいなというこの自分の乗ってるこのクロス G というか、ハイブリッドの方はね、まあ、言ったらちょっとじゃじゃ馬じゃないですか。いろんななんか不具合もあったりしてね、こう給湯器の音がしたりさ、そのじゃじゃ馬感がないのがちょっと寂しい感じがするというか、けたたましく鳴り響いてほしい、あのエンジンの音みたいなね、そんなか、なんかその寂しさもあるなというのはね、まあこれエンジン車が好きだというようなね、こう、まあ、なんだろう、本性というかが出てるんでしょうけども、うん、これはね、楽しいというか楽しくないかというと、私はまあそこまではないなというのが正直な印象でした。この乗った、まだ最後まで聞いてね、ここまではね。で、この後ね、まあ、やっぱりエンジンかけたいなということで、少し空いてる道に来たので、で前の車も後ろもいないというような状況でね、あ、これはチャンスだと、直線道路だったので、キックダウンをしてみようと、アイウェオさんがね教えてくれた、キックダウン の奥にスイッチがあると、そうしたらエンジンかかるみたいなねことをおっしゃってたのを思い出しまして、その時ね、うん、やったろかいということでね、やったりました。そこのねメーターのパネルを取りたかったんですけど、それがかっこいいよ。どっかで画像出てるかな、 YouTube とかでね、出てるかもしれないけど、ハイブリッドモデルのさ、スポーツモードにした時みたいな、映像あるじゃないですか、赤になる時ね。あれがさ、このキックダウンして、エンジンがかかって、ふわーって力が出る時に急に青くふわーってなったのよ。ちょっとよく見てらんなかったんだけど、それがねめっちゃかっこいいね。これ急にこれになるんだみたいなね、キックダウンしてエンジンマックスのトルクの状態になるとね、まあ、どの時そのパネルがねなるのか切り替わるのかちょっとよく分かんないんですけど、それがいいよ。でその後のけたたましくね走るこの車、これなんじゃこれというようなね、素晴らしい加速を見せました。で0-100 キロの加速が 5.8 キロと、5.8 秒ということでね、相当速い、タイムなんですけど、まあでも思ってる、その、なんだろうな、速さよりはちょっとマイルドな感じに感じました。まあ多分自分の想像してる、その、感覚がおそらく 5.8 秒じゃないんだよね。4秒とか、ポルシェの一番速いやつみたいなね。3.8 秒とかさ、ああいうのをイメージしちゃってるからだと思うんですけど、十分速いですよ。ずっとベタ踏みはできないです。まあクロス G のやつもねそうですけど、ずっとベタ踏みできないぐらい恐ろしく速いので、一瞬ね、一瞬だけこうやってみて、あ、これ速いわと思ってアクセルをね離してしまうというような状況ですけども、まあ思ったより、まあ3人乗ってたしな、そこまでいい状況じゃなかったけども、うん、まあそこまでこうシートにへばり、ね、背中が押し付けられて動けなくなるみたいなね、視界が細くなって見えなくなるとかね、そういう状況ではないけども、十分早いね、5.8 秒の加速を見せてくれたということで嬉しかったなと思います。ここはね、この車の楽しい部分なんだろうなと思います。ただ、直線しかと、街のしか私乗ってないので、このワインディングというか、まあ、ハンドリングというかね、よく分かんなかったのはもう分かんなかったんですよ。で、この重たい車が、どんな感じにね曲がっていくのかというようなね、その辺もちょっと試したいといえば試したいんですけども、まあ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 、でも同じような感じでね行ってくれるんじゃないかなと思います。はい。でまあ車幅とかね、そういうものはほとんどが全く同じなので、あえてね申し上げることもないんですけども、あとは燃費だよね。この 14.6 キロっていう燃費が、まあ、これどういうもんなのか私ちょっと理解できてないんですけど、 14.6 っていうのはガソリンとかエンジンだけで走って 14.6 なのか、そのね EV 走行は
加味してなのか。でも加味してだとそんなに 14.6 なんておかしいかなって思うんだよね。ちょっとね、まあ、ちょっとどうなんだろう、合ってるのかな。ちょっと私そこだけね腑に落ちない状況で、まあでもカタログのね数値は 14.6 となってるので、どういうことでしょうか。詳しい方教えてください。すいません、本当ここでお前調べてこいよってことなんですけど。まあそういう感じでございました。でこれからね PHEV ね納車される方はたくさんいらっしゃると、思いますが、これはね、勝手に満足されると思います。これ良かったなと思われると、思いますのでね、十分これからも、一緒にね楽しんでいけたらなと思います。はい、これね納期の話なんですけども、やはりねこのプレスポね、プレスポはちょっと遅れてるらしくて、まあそろそろ来るとは思うんですけどもね、このタンクラのレザーがやはり不足しているということで、遅れております。で、今後ねクロス D のね、納車時期なんかも迫ってきておりますので、楽しみはね続きます。またガソリンモデルも、まあ、4月ぐらいかね、かな今のところね、まあ、もうちょっと先ではありますが、楽しみにね、していきたいと思います。でますます私の乗ってるね、クロスリーのハイブリッドも、走行レビューなんかも、走行レビューとかね、何キロ1000キロごとぐらいの走行レビューなんかもね、加えてやっていきたいと思いますので、この PHEV の、仲間が加わって、試乗してこれは良かったという最初はちょっとね、あこれなんかずっとこの電気で走行してると飽きるかなと思ったけど、このねけたたましいねスピードをね味わってしまうとね、これいったろかって少しね心の中で思うよね。欲しいなと、うん、欲しくなるね。これちょっとね乗り味もマイルドだし、うんね、パワーもねあるしね、この PHEV、この EV 走行っていうものの、魅力を私はね乗ったことがなかったので、あまりね語れることもなかったんですけど、まあ、まあちょっとの間ですけど初めて乗らせていただいて、これはね、まあ、この今後ねこういう車が増えるんだろうなというような、ね、予感がしました。まあピュア EV はね私ね正直言って EV だけの車ね、まあ、ちょっとね賛成しかねるというか、って言ったらいいんだろう。まあ、この間もちょっとね、言ったんですけど、レンジエクスタンテンダー AV のね、話でちょっと言ったんですけど、それだけではね、なかなか難しい場面あるじゃないですか。ね、そう、ずっと渋滞に巻き込まれ、止まっちゃったとかさ、それは厳しいよね。うん、もう助けられなくなって、もう JAF 呼ぶしかないというようなね、状況になってしまうので、まあ、あと充電する時間が必要だということで、まあ、なかなかこのもうちょっと、まあ、革新的な、ね、進歩がない限り、今現状その1台だけで、過ごすというのは厳しいかなと思っている一人でございますので、まあ、こういう PHEV というのが、ね、主流というかになってくるのかなというような気がしてますので、これますますねまた機会があったら試乗させていただきたいなと思っております。そしてまた納車になられた方はね感想とお待ちしておりますので、どしどし送っていただければと思います。はい、ということで今回はね PHEV の試乗ということで、本当は動画というかね画像を出したかったんですけど、私のまだいつも通りの語るだけの動画になってしまいました。申し訳ございませんでした。まあ今までここまでね聞いてくださった皆様方ありがとうございました。ということで、今回の動画は以上となります。この動画はね、気に入っていただけた方は、どうぞ高評価何卒よろしくお願いいたします。マツダを増やそうキャンペーンを、ジャパンチャンネル私もね行っておりますので、一つでも、高評価を押していただけることが、マツダを増やせる材料というかになりますので、よろしくお願いいたします。また気に入っていただけた方は、チャンネル登録なども合わせてよろしくお願いいたします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。